自衛隊佐賀地方協力本部のツイートをご紹介。自衛隊よも山話19。自衛隊には坑道掘削装置といって、坑道式構築物、トンネルなどを掘るために使用される機材があり、陸上自衛隊の一部の施設下部隊に装備されています。土や南岸などを掘削してトンネルなどを構築できるんですよ。以上、ご視聴の皆様からの感想もコメントよりお聞かせください。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。